お久しぶりです。前回の連盟シリーズでは、錦州爆撃に対する各国代表の反応を紹介しました。国際連盟理事会休会中に引き起こされた錦州爆撃は世界に衝撃を与え、とうとう連盟はアメリカをオブザーバーとして招請することに決定したのです。さて、オブザーバー招請後の理事会について語る前に、まずは満州事変に対するアメリカのスタンスを確認していきましょう。事変発生翌日の9月19日、米国務長官のスチムソンは、日本政府が動かない限り、満州での軍事行動が不戦条約に違反するとは考えない。長官の命令に服さない兵士による騒乱は、軍事行動とは異なる、と説明しました。また国務省のホーンベック極東部長も20日、アメリカとしては、今度の事件に対しアメリカのイニシアチブで不戦条約を発動したりすることは避けるべきで、不戦条約が侵犯されたか否かの判定は、日中双方が加入している国際司法裁判所に持ち込むのが良い、と考えていました。このように、アメリカは事変発生当初より日本に対して融和的姿勢をとっていました。対日政策の根幹を担っていたのはスチムソンであり、彼はその後22日の閣議でシデハラ外相援助方針を打ち出します。まあ、事変発生当初から日本を激しく非難する列国はそうありませんでした。イギリスも中国に利権を持っていましたし、リンドレー駐日大使は日本の行動がイギリスの権益擁護に良い影響をもたらす、と本国のレディング外相へ伝えています。しかし錦州爆撃の報告を受けたスチムソンは、日本政府に対する疑念を抱くようになっていました。何よりシデハラ外相の対応は非常に曖昧で、暴走を止めるどころか、是認しているかのようにすら見えるわけですから。こうしてスチムソンはさらに疑念を深めていくことになりました。またシデハラが、錦州爆撃を極めて過小評価している点もスチムソンの心象悪化につながります。そして彼は国際連盟と共に、不戦条約の発動をちらつかせることで日本軍の行動を牽制すべく、連盟理事会の審議に参加する意思を示したのです。これはスチムソンにとって大きな方向転換でした。それまで彼はアメリカの理事会出席を極力拒んできたのですが、もはや事態収拾のためには、アメリカのオブザーバー派遣が必要であるとの判断を下したのです。アメリカはオブザーバーとして、ジュネーブ駐在米国総領事のブレンティス・ギルバートを出席させることに決定。ギルバートは10月16日、理事会テーブルに着席しました。この席でギルバートは、アメリカが連盟の招請を承認した理由を語りました。不戦条約と現在の問題との関係、すなわち満州事変に不戦条約を適用できるかどうかを連盟にて審議する。これがアメリカの目的だったわけですね。翌17日、日中両代表を除いた各連盟理事国、及び米国オブザーバーが会合し、米国側から、この際不戦条約第2条によって、日中両国に対し注意喚起してはどうか、との提案がありました。そして各国は、連盟理事会としてではなく、各々から個別に両国宛ての警告を発することに決定します。かくして米国及び理事国から日中両国に対し、不戦条約に基づく警告が発されました。国際連盟規約と不戦条約が結びついた事例もこれが初めてです。さて、次は日本の連盟外交方針を見ていきましょう。これより前、10月13日午後の公開理事会にて、日本代表は日韓の平常関係回復の基礎たるべき大綱を提示しました。我々日本は中国との関係回復にあたって、次の大綱を前提としたい。1、侵略的政策または行動をなさざる旨の相互宣言。2、敵外心扇動の抑圧のため、一切の手段を取ることに関する相互的約束。3、満州を含む支那の領土保全を尊重すべき確定的意思を、日本側において再確認すること。4、満州各地において居住または旅行し、及び平和的事業を行う日本人民に対し、有効なる保護を与うべき支那側の約束。5、破壊的競争を防止し、満州における鉄道に関する日韓の現存条約規定を実施するために、日支鉄道当局間に必要なる協定を結ぶこと。以上、この5大項目に基づき、直接交渉を開始することができるなら、日本は躊躇せず撤退する。日本が提起した大綱は理事会に議論を巻き起こしました。これを踏まえて、22日の理事会公開会議が開かれます。日本代表の吉澤です。日本は理事会に非連盟国代表を参加させることを、法的な観点から反対しているが、米国との間には友好関係を促進することを伝統的政策としている。どうか理解していただきたい。アメリカ代表のギルバートです。日本代表のお言葉に感謝する。日本が法律問題以外の点において、米国参加に反対しているものでないことはよく了解した。理事会は今日まで長き忍耐をもって処置してきました。今やいたずらに議論を遅らせることは許されません。もはや解決に至るべき時期が来たと感じております。次の決議案について議論をお願いします。2
フランスのブリアン議長が提出した決議案は次のようなものでした。理事会は連盟規約第11条により中国政府の出した提訴に加え、パリ不戦条約第2条が若干国政府に引用された事実を踏まえ、1、日本人の生命財産の安全が確保されるに従い、できる限り鉄道付属地内へ迅速に撤退するとの日本政府の声明並びに、日本人の生命財産の安全に対する責任を負うべしとの中国代表の声明、すなわち満州在留の日本人の有効なる保護をなす旨の約束を想起する。2、なお両国政府が事態悪化の恐れある手段を差し控えるとの保証を与えたこと、従って両国政府は全ての侵略的政策または行動に訴えず、かつ敵対的扇動を抑圧すべき手段を取る義務のあることを想起す。3、日本が満州において何ら領土的意図を持たない旨の日本の声明を想起し、この声明が連盟規約及び著名国が中国の主権独立及び領土的行政保全の尊重を約束する9カ国条約の規定に合致するものであることを要致す。4、右保障及び約束の履行が両当事国間の正常関係の回復に必要なることを確信し、5、理事会の次回会合のために定められたる期日前に完全なる撤兵が実行されるため、鉄道付属地内に軍隊の撤退を直ちに開始し、かつ全身的にこれを続行することを日本政府に要求す。おつ、満州における全ての日本在留民の生命及び財産の保護に対する責任を取るべしとの一般的約束の実行として、中国政府が撤退地域接収のため当地在住日本人の生命財産の安全を保障すべき措置を取ることを要求し、なお右目的のために任命される中国関係に他国の代表者を協力させ、本件措置の実行を中止させることを中国政府に要求す。5、日中両国政府に対し、撤退実行及び撤退地域接収が円滑に、かつ遅滞なく実行されるよう、右に関する全ての点を実行すべき細目を定めるため、その代表者を即時任命することを勧告す。6、日中両国に対し、撤退の完了とともに両国間の懸案、特に最近の事変に基づく問題、並びに満州鉄道の状況に起因する現存の紛議に関する問題について、直接交渉を開始することを要求す。右目的のために、理事会は両国政府に対し調停委員会または他の同種の常設的機関を設置することを提議す。7、理事会はその会合を11月16日まで延期し、その期日において再び事態を審議すべきことを決す。と、以上が議長決議案となりますが、これに対して中国代表の主張記は次のように語りました。中国代表です。現状の必要に鑑み、この決議は必ずしも満足ではない。しかし過去1ヶ月の理事会の努力の結晶として、尊重すべきではある、吉沢です。皆様はすでに、満州問題が非常に複雑であり、ヨーロッパの事情とは根本的に異なることも認められていると思う。私はまず、日本は満州に領土的野心なく、鉄道付属地外の兵を撤退する決心を有する旨の確信を繰り返したい。しかし日本人の生命及び財産の安全責任を負っている以上、それが果たされて初めて撤兵ができる。一日も早くそうなることを祈っている。撤兵可能の事態がいつ来るかを明確に決定することはできない。撤兵の時期は日本政府の意思によってではなく、中国政府の平和的意思及び善意の発用次第にかかっているのである。満州事変の原因は、中国による条約違反、挑発的行為の頻発にある。日本の鉄道は常に脅威にさらされ、日本人民の正当な栄養に対して中国官権は無数の妨害を与えてきた。中国官権の援助のもとに行われる排日運動は、中国人の反日感情を大いに煽り、日本人民の不安は著しく増大したのである。何度も申し上げるが、満州の状況はヨーロッパ事情のように単純ではない。満州では多数の日本人が財産を捨てて鉄道付属地内に逃げている。中国では、国民党の指揮する抗日運動が日本人を引き上げさせた。フランスとドイツとを合わせたくらいの土地に100万以上の日本人民があり、そのうち12万人は鉄道付属地に暮らしている。この財産と投資とは、50億スイスフラン以上に上る。これが、撤兵時期を明示できない理由である。ただし撤兵の意思は間違いなく、中国側の誠意によってその日は早まるだろう。決議案に対しては、各点について意見を述べる権利を有保する。わかりました。それで反日中双方の要求を組んで、会合を延期しましょう。中国代表です。吉沢代表の主張は受け入れられない。日本代表は、満州は世界の他の地方とは異なるとおっしゃるが、連盟規約その他の約定を受諾する国が、その義務の履行を期待されていることには変わりないだろう。満州の現状については、日本軍の侵略行為の結果である。それでは、当事国政府の訓令の迅速な到着を希望します。翌23日、第14回会合が開かれました。米国オブザーバーのギルバートも出席し、イギリスはセシル卿、イタリアからはシャロヤがそれぞれ外相を代理して出席しました。中国代表の主張記です。
理事会が本件解決に費やすこと1ヶ月以上、今なお満州の大部分が占領下にある、アメリカの協力を得たのにもかかわらず、会議は全く進んでいない。中国国民の世論はこれ以上我慢しきれず、もしアメリカと連盟との協力が侵略を制止できないならば、平和機関の無力を天下に示すことになる。もちろん、満州問題は連盟設立以来の大問題であるため、理事会の遅れや躊躇は無理もないことであり、手続きを一歩一歩進めることの必要は十分認めている。ここで、決議案に対する中国政府の声明を読み上げる。決議案の本体は、日本が直ちに撤兵して、次回理事会会合日の11月16日までにこれを完了することを日本政府に要求した点と、日本人の生命財産の保障を行う中国官権に対して、他国の代表を協力させること、この二点にある。この撤兵期間はすこぶる長いように思われる。報道によれば日本軍飛行機は再びこの2日間爆弾を投下しつつあり、平和的解決を遠ざけている。だが中国政府はこの決議案を受諾し、日本人の生命財産の不安を除去するため一切の手段を講ずるつもりである。この不安は日本軍の占領によって生じ、その撤退とともに消滅する。満州の占領をもってたの要求を強行する好機会に利用することは、連盟規約及び不戦条約第2条の規定に反する。軍事的占領またはそれによって生じた既成事実のもとに将棋を開始する意思はない。中国と他国との将棋が連盟規約、不戦条約及び9カ国条約の原則に基づいて行われねばならぬことはもちろんである。この事件が円満に解決すれば、中国は最も有意的に両国間の問題を討議することを熱望する。次に議長は、同日に日本側から提出されていた対案を取り上げ、議長案の前にこの日本案について評決することにしました。第1、第2の項目は議長案から変更なし。第3項は、連盟規約の規定に合致せる、を連盟規約の精神に合致せる、と変更。特に注目すべき変更点は第4項からになります。議長案では、期日前に完全なる撤兵を要求しているのに対して、日本案では、基本的諸原則に関する日中両国間の専決的協定の実現を求めていました。また議長案にあった調査委員会や常設的機関といった満州問題を解決するために設置するとされた連盟機関の文言は全て消去されています。日本はすでに撤退を開始している。しかし感情の好調、満州における無秩序の現状、中国政府の治安維持無能力などに鑑みて、日本政府は撤兵完了の時期を明示することはできない。これは現実の事実である。日本は現状、3、4カ所の都市を占領したに過ぎない。日本飛行機が爆弾を投下した件については、法典総領事の電報によれば、錦州近くを視察中の飛行機に対して射撃が行われたので、これを爆撃したものである。満州の治安は乱れ、貴族が横行する現状においては、日本は警察手段を取ることもまたやむを得ないだろう。いや、それでは同じように中国に権益を有しているイギリスやフランス、ポーランドなどはどうなるのだ。それらの国が飛行機から爆弾を投下したことがあるとでも、イギリス代表のセシルです。英国政府は、本事件に関して行われた空中爆撃の行為を正当づける国際法などないと信じている。が、しかし、このことについて日本にとやかく言うつもりはない。肝要なのは、根本的救済案を見出すことであろう。日本に対しては、ただ次の一点について説明を求めたい。日本側が提出した決議案の専決的協定、とは何であるか。この詳細が知りたい。中国との関係を正常に戻すために、日本はどんな協定が必要だというのか、日本が示す基本諸原則とは何なのか。それが判明せねば、我々としても日本の提案を審議することは困難である。正直、それだけ説明してもらえれば、他の点で日本の提案に問題はないと思っている。次に、原案には次回会合期日が定めてあるが、日本案にはない。ただ日本は、理事会議長に対し、本決議で決定された措置の全てを許容すると主張している。例えばこれは、満州に委員会を派遣することも許容してくれるということなのだろうか。基本原則とは、まず何よりも日本人の生命財産を保障する手段を指すものである。議長に全ての措置を許容すると言ったのも、特別にある事項を指すものではなく、11月16日の理事会再開に反対ではないことを示しただけである。議長のブリアンです。私からも吉沢代表に言いたいことがある。日本が主張する撤兵前に過去の紛争問題を審議するという問題についてだが、この場合理事会の定義する期間はあまりに短すぎる。この点については、日中両国代表の間で意見が一致せず、中国側は兵力的圧迫が除かれた後に交渉を行いたいと言っている。この日中の意見相違を解決すれば、満州事変問題もおのずと解決されるだろう。中国代表に対しては、特に忍耐が重要であることを述べておく。翌24日も、議長決議案及び日本対案の討議が続けられます。イギリスです。
国際的交渉の根本は、不明瞭または誤解を避けることであると私は考えている。基本的原則の意味が曖昧なまま決議案を採決することは不可能だ。日本代表が基本的原則なるものをもって政治問題の討議を行おうというのなら、簡単にそのことを説明してもらいたい。スペイン代表のマダリアガです。私もセシル卿の質問を支持する。また日本対案第3項では、規約の規定を規約の精神と書き換えている。これはいかなる重要性を持つものか、説明してもらいたい。満州において不安全の状態を自ら作り出しておきながら、安全なしとの理由でそのまま徴兵することを許容はできない。イギリスです。連盟規約の全文には条約の尊重が言明されている。もちろん連盟が条約の尊重を否認することはありえない。日中間の条約問題も然りである。ただ条約の効力や解釈についての争いは当然生じるだろうから、かかる憤議はハーグの国際裁判所で解決できるのではないか。現在裁判長は日本人が務めていることだし、日本としても問題ないだろう。まあ、何にせよ撤兵が先だけどね。吉沢です。まず、規約の規定、から、規約の精神、への変更についてだが、これはあえて固執しない。基本的諸原則が人民の安全や撤兵問題と無関係と言われるが、日本は関係ありと考える。議長のブリアンです。理事会の決議案と日本の決議案。一方は意味明確であり、もう一方は不明確である。わかりますかね？日本案は極めて不正確な内容になってしまっているんですよ。撤兵日は明記しない。条約の解釈問題を持ち出す。基本的諸原則なる不明瞭な前提条件を持ち出す。これで問題を解決しようなんて無理な話ですよ。それでも議長の原案には賛成できない。ではこうしたらどうか。一旦全会一致の協定に達するため、決議採択の手続きに移行するとして、撤兵が終了したその当日に全ての憤議について交渉を開始するという約束を日中が相互になすこと、という約束を原案に入れる。いや、それでも議長案は受け入れられない。それでは、評決は午後まで延期としましょう。吉沢代表、頼みますよ。そちらの主張する意味不明の軸のために、決議案採択不能な状態となっているんですから。さて、同日午後に行われた決議案採択にて、まずは日本案が評決に付されました。結果は日本を除く13票が反対。よって日本案は否決されました。次に議長案が採択されました。こちらは日本を除く13票が賛成。しかし日本の反対票があったため、同じく否決されてしまいます。連盟規約第11条で本件を審議する限り、決議の成立には全会一致を必要とするのです。連盟理事会は、結局何の結果にも到達することなく散会するのでした。錦州爆撃により、日本に対する風当たりが強まる中、吉沢代表はなんとか理事会を切り抜けたとも言えるでしょう。理事会散会から2日後、日本政府は声明を発表し、いわゆる基本的諸原則が何であるかを初めて明確に説明しました。内容は次の通りです。1、相互的侵略政策及び行動の否認。2、シナ領土保全の尊重。3、相互に通商の自由を妨害し、及び国際的憎悪の念を扇動する組織的運動の徹底的取り締まり。4、満州の各地における帝国臣民の一切の平和的業務に対する有効なる保護及び。5、満州における帝国の条約上の権益尊重。そして、連盟理事会において帝国代表者がこれを議題としないのは、性質上、日中直接交渉の問題たるべきと認めたるがためなり、と説明しています。11月4日。農耕における日中両軍の衝突事件が発生。前回動画でも説明しましたが、七春進撃を企んだ関東軍は橋梁修理を口実に農耕橋へ護衛隊を派兵しましたが、そこで馬仙山軍と軍事衝突を起こすこととなります。日中両軍衝突の報を受けたブリアン議長は両国政府に電報を送り、事態悪化を避けるためにあらゆる努力を尽くすべきであるとした上で、両国の軍司令官が一切の新行動を差し控えるべき厳重命令を強調する必要ありと伝えました。さて、連盟理事会は11月16日に再開することとなりましたが、この時ブリアン議長の健康上の理由から、会議はパリで行われることになりました。アメリカ代表に関しては、前回理事会のオブザーバー派遣が国内からの猛烈な反対に遭遇したため、パリ会合には出席できませんでした。そして11月17日から21日までの間、理事会の各員は日中両当事国代表を除いてしばしば会合を開き、米国大使も含めて会見を行いました。これらの会議の主題は、日本が提出した2項目の案を受け入れるかどうかという点にありました。この2本案とは、いわゆる基本的対抗に関する日中協定の成立を条件として、調査員を現地に派遣することを受諾するものでした。調査員の派遣については、日本が連盟の立場を考慮した妥協的態度の表れであるとして、理事会の空気を著しく緩和することに役立つだろうと考えられました。しかし、いわゆる基本的対抗に関する日中協定の成立を前提とする点に関しては、議論の紛糾が予測されるものでした。そのため日本政府は、
本的大綱に基づく日中協定に関しては主張せず、第2項の調査員派遣案と切り離して提案することとします。さて、11月22日に理事会の公開会議が開かれると、日本代表の吉澤は連盟調査員派遣案を提議する演説を行いました。日本の主張はあくまでも、事変の原因を中国側の条約違反、排外運動に求めるものでした。このあたりは一貫してますね。一方の中国側も、日本軍が中国の領土を占領したことが根本問題であると強く主張します。日本人の生命財産の保護が保障されてから撤退するという日本側の主張と、そもそも日本軍の軍事行動が日本人の生命財産を危険にさらしているとする中国の主張は、延々と平行線をたどり続けていますね。もちろん中国は満鉄地帯以外の日本人の生命財産の安全を保障する一切の責任を負うものである。が、それ以上の保障を必要とするのなら、連盟のもとに中立国の協力を含む合理的協定を受諾する用意がある。満州の事態が悪化しつつある現状、無用な討議を繰り返していることは時間の浪費であり、問題の解決を一層遅延させることになる。イギリス代表のセシルです。満州における事態を正確に知ることは必要であって、イギリス政府は最初からこの希望を抱いてきたのであるから、日本の今回の提案は理事会全部が考慮する問題であると思う。この提案がもし9月のうちに行われていたならば、もっと喜ばしかったであろう。一応言っておきますが、我々の提案は満州のみならず、中国自体にも調査を行うべきことを主張するものである。ドイツ代表のムチウスです。我々の任務は過去の議論の蒸し返しではなく、現在の紛争の現実的解決を見出すことである。世界の世論は連盟に期待している。日本の提案は公正なる情報を提出し、平和的解決に協力するところの一委員会を現地に派遣することであるが、このことは日本にとっても中国にとっても平和的機運を助長するに違いない。日中両国の主義主張はそのままとして、とにかく現在の問題を解決することを第一と考えながら日本提案を考慮してもらいたい。スペイン代表のレルーです。事態が一層悪化しつつある現在、重要なる点は日中間の歴史でもなく、条約問題でもなく、紛争の性質でもない。本件を解決すべき方法と、この方法を連盟規約及び不戦条約の原則と一致させることができるかどうかという点が最も重要な問題である。事件発生後3ヶ月、我々理事会は事件発生のきっかけに関する一般的な情報さえ漏れることができていない。この意味において、日本の提案は歓迎すべきである。イタリア代表のシャロヤです。我々は解決不可能と見えた問題に対し、今やその解決に近づきつつあるように思う。今や議論の時ではない、実行に移るべき時だ。調査員は我々に対して事件の意味を説明してくれるであろう。ポーランド代表のザレスキーです。ポーランド政府は委員会派遣の提案を支持するものであるが、これは日中間における世論の平静、および満州の正常状態回復への第一歩たり得ると信ずるからである。ユーゴスラビア代表です。我々も日本の提案を受諾すべきと考えます。ノルウェー代表です。同意見です。議長のブリアンです。日本代表の具体的提案を歓迎します。今回の提案を研究し、条約案を作り、全会一致をもって通過させることができたなら、理事会は歓喜をもって散会し、世界の信頼も一層増すでしょう。中国代表です。我が国民は理事会の努力に敬意を表し、事業を困難にさせるがごときことは一切しないことを確信します。日本の提案に関しては、満州事変の正確なる認識を得るための方法ならば賛成するが、この調査員を利用して日本軍の撤退実行を遅延させる口実とするならば賛成できない。調査員を任命するにしても、しないにしても、理事会当面の事業は敵対行為の停止による事態拡大の防止と、日本軍の撤退にあることを改めて確認すべきである、日本代表です。議長その他代表の有義的陳述に感謝します。日本政府は日本の人民の生命財産の安全が有効に保障されれば撤兵する用意がある。しかし不幸にして、未だに事態は危険である。もちろん政府は事態の改善に努力しつつある。日本の提案は理事会全員が賛成することとなり、この案を中心に理事会決議案が作成されていきます。総委員会のメンバーは理事会議長のブリアン、イギリス代表のセシル、スペインのマダリアガ、ノルウェーのコルバンに加えて、事務総長ドラモンドと、日本側の主張を聴取するために伊藤参事官が後日追加されました。総委員会に伊藤が加わったことで、日本は決議の作成において、自国有利な内容を取り入れることができるようになったのです。さて、決議案作成の最中、現地では関東軍による禁襲攻撃が開始されていました。11月24日、日本政府は新聞報道を否認し、おそらく法典違難に卑俗を駆逐する目的で日本軍を派遣したため起こった流言であろう、と説明します。11月26日、日中を除く12理事国が会同して、本件に関し意見を交換しました。
そこで決定された案は次のようなものでした。錦州方面にオブザーバーを派遣しうる政府は、オブザーバーに次のごとき訓令を与えること。1、オブザーバーは日中両軍の間に中立地帯を設けることの可能性、またはその他両軍の衝突を避ける方法を研究すること。2、オブザーバーは必要なる協定をなすため、日中両軍司令官と連絡を取る方法を決定するため協議すること。これを行うため、軍司令官がオブザーバーと連絡を取る権限を与えられることが必要である。中国側はこの通告を受けて、直ちに命令を軍司令官に発し、オブザーバーと連絡を取らせることとします。しかし日本側は通告に対して不賛成を表明しました。この時本国では、参謀本部による林山異名の連発により、なんとか関東軍を錦州から撤退させることに成功しています。日本政府は、撤退が完了しつつある旨を報告するとともに、貴族討伐の必要と中国軍との衝突の危険性を訴え、錦州の中立地帯設定に努力することを理事会に要求しました。ブリアン議長はこれを受け中立地帯設定に動きますが、中国側が乗り気でなかったこともあり、この件は何ら解決に至りませんでした。理事会は今後軍事的衝突起こらず、また撤兵地帯を正式に確定せずとも、両当事国の受諾せる制約は、衝突を阻止するに十分なることを信ずる、としたのです。さて、こうして作成された決議案は、日本軍の撤兵時期を定めないものであり、極めて日本寄りの内容となっていました。また吉沢大郎は、これに加えて、貴族などの討伐に関しては例外的措置として軍事行動を許可する、旨を留保します。これに対してイギリス大郎のセシルは、日本大郎が貴族討伐などによる軍事的措置を例外的であると認めたことに喜びました。またスペイン大郎のマダリアガも同様に、日本軍の貴族討伐は例外的な場合に限られるべきことを力説します。こうして、調査員派遣も含めた決議案は全会一致で採択されたのです。戦争の脅威は除かれた。長き忍耐の結果である。このため人心の平静をもち来たすことができたのみならず、地方的に平和を維持すべき機構を生むに至った。両当事国の同意をもって連盟の一委員会が間もなく品に向かって出発せんとしつつある。もっともこの委員会設置前においては、中立国オブザーバーが現地において視察をなすことには反対しなかったのである。また、この時各国の大老は、吉沢が繰り返し主張してきた満州事情の特殊性を受け入れ始めていました。これに対して中国大老は、条約、規約及び国際法上の原則を訴え、特殊事情、なるものが、規約、国際法を上回ってはならない旨の発言をします。ともあれ、全会一致で採択された決議案に基づき、理事会議長のブリアンはドラモンド事務総長と共に調査委員会の構成を研究。そして理事会会員の承諾を得て、1932年1月14日に構成メンバーが決定されました。委員長の名はリットン伯爵。いわゆるリットン調査団がここに組織されたのです。一方現地では、錦州攻略を諦めない関東軍が次なる作戦の準備を進めていました。日本の調査員派遣案により、一度は合意形成に達したかに見えた連盟理事会。しかしここから、理事会はさらなる波乱に巻き込まれるのです。